こんにちは、私は宇宙人です。今日も宇宙を旅していたら、地球という星でこんな面白いものを発見してしまいました。あなたはもう知っているかな？それいけ、アンパンマン、ロールトローラ、浮雲城の秘密、ロールパンナは、アンパンマンワールドに現れた浮雲城を訪れた。そこには、ローラ姫という少女がいた。彼女の仕事は、世界の汚れを洗い流すこと。しかし、機械が故障してしまっていたのだ。ローラ姫は、機械の修理を手伝ってくれたロールパンナと仲良くなる。浮雲城が汚れていることを心配して、アンパンマンたちもやってきたが、そこにバイキンマンたちも乱入してきた。ロールパンナにバイキン層のビームを浴びせブラックロールパンナにした状、バイキンの雨で世界を汚れでいっぱいにしようとしてきたのだ。ロールパンナと世界を救う方法は、ローラの雨を降らせること。食パンマンとカレーパンマンがブラック化してしまう中、アンパンマンたちはローラの雨を降らせることができるのだろうか？さあ、これからどうなるんでしょうか。それゆけー、アンパンマーン。私友達少ない。あなた友達なってくれたらとても嬉しい。スペシャルサンクス。プリーズ、サブスクライブ、登録、チャンネル登録。登録したら面白い。きっといいことあるみたい。あなたと私一緒に宇宙を旅します。宇宙の果てからこんにちは、面白いもの見てみたい。たくさんいいもの見てみたい。友達少ない僕だけど、あなたと一緒にどこまでも。また遊ぼうね、冒険しましょ、そうしましょ。また、遊ぼう、バイ。